大正教は、長野県千曲市の千曲川に架かる、長野県道55号大町を見インター線曲線の、橋町345メートルの桁橋。ガス島を模した親柱左岩は、千曲市若宮、宇岸は、千曲市徳倉に位置する。戸倉上山田温泉と密接に関係した歴史を持つ。原橋の初元1931年仮設の、 急遽の諸原砂岩に突出した八王子山が、千曲川まで至っているため、千曲川砂岩の交通が一度この地で遮断される。そのため古くは上山だから、万字峠を越えて、若宮に至っていた。北国街道徳良塾と千曲川を結ぶためこの地には、若宮の私が古くからあったと考えれている。初代郷は1891年2月14日に、 目標として開通し、二軍橋と称した。しかし、1898年9月7日の洪水のために流出して都線に復した。その後、徳来駅と徳良温泉、上山田温泉への連絡を目的に三町347メートル、福音3メートルの目標の対象橋が、対象橋、株式会社により1914年6月18日に仮設された。当初は、 有料橋であったが、1922年には、千曲川の築堤工事が竣工し、大正橋は、県管理となり、無料化された。1927年に、下流の千曲橋と共に、永久橋への掛け替え運動が起こり、な郡、羽群、しな郡の11町村からなる選挙区橋、大正橋掛け替え規制同盟会が結成され、長野県へ16回の探元を行った。 その結果1930年9月に臨時県議会において千曲橋と同時に永久強化が決まり1931年1月に着工同年12月20日に竣工したこの橋は桁下が緩やかなことなる日本最初のカンチレバー橋であった交通量の増加したことから歩行者の安全を期して1968年に下流側に歩道橋が仮設された 大正教の赤い小石平成に加強された原橋は、福音、主官長友に、旧教より広がり、景観に配慮し、大正ロマンをテーマにした設計が施された。緩やかな子を描く、旧教の衣装を継承した。欄干には、中山新平作曲の筑く孝太の歌詞と共に1929年に、竹久夢二が温泉に滞在した、 イの美人画がレリーフとしてはめ込まれている。また、小石の湯伝説ゆえにして赤い小石が歩道には99個埋設されている。親柱にはガス塔を模した橋塔がある。ありがとうございます。